FC まばりの、かなえが、いかないと!皆さん、こんばんは。FC まばりの、金井がいかないと皆さんこんばんは f c まばりの金井がいかないとパーソナリティの、金井良一です。 この番組は今治市に本拠地を置く FC 今治の金井が楽しく選手を交えながらお送りするはちゃめちゃでラフな番組になっております、えー、前回はえ近藤高虎選手高瀬大成選手にえ出ていただきました、まあ、大成が虎をね兄貴と慕って、えー、楽しい話だったりとか二人の仲の良さまたそれぞれのね去年の振り返りだったり今年の 目標を熱く語っていただきました、えー、前回の放送まだ聞かれてない方はぜひ FC まわり YouTube チャンネルからご視聴くださいさて今回もゲストを交えて放送していきますじゃあ早速登場していただきましょう駒野雄一選手ですよろしくお願いしますよろしくお願いします駒さん久々っすよね久々だね久々っすよね <laughs> 多分。刑事と出てるからあいつ。そういうこと。なんか久々じゃない感じがする。あ、刑事と一緒にいるから。また一緒だから。<laughs> なるほど、めっちゃ仲いいや。<laughs> <laughs> 今年もよどうぞよろしくお願いします。お願いします。もう一方。来てんのかな。くすみ刑事選手です。お願いします。お願いします。刑事は結構なんか合ってるからもう。 僕最多出演じゃないですかこれいやいやそんなやでもう多分リー君彼これリー君が一番リー君も位出過ぎでしょ俺ももうだってもう地べたであぐらかいでんちゃうからリラックスしてへんいや本当にもうだんだん俺のラジオになってきたんやいやほんまと取ろうとするのやめてくれまあでもどうする今後もう人でやっていくあああありありそれはもうやりたいか 周りの声でこれは多分実現していくと思うんでぜひリスナーの皆さんが「いいかな」って呼ばせてください「いいかな?」「かないい」の皆さんにお願いしますこれもうちょっとねそういうのもケイシーはやりたいみたいなんでぜひそういう声がもしあったらケイシーがちょっとまあ俺の代わりは無理かもしれないけどちょっと回数も増やしてはいじゃあその時はコマさんも一緒に俺もうんさん忙しいからマさん忙しいね 時々レアキャラですから平気で呼んでるけどこんなとこにこんなとこ言うなよ普通呼べないんだからこんなとこ言うばよ確かにな当たり前のように呼んでるけどそりゃそうやもう高いよ本当だったら俺には出てないけどコマさんには出てる出す出すもう出すよ普通ない普通ないけどもマさん出すよ出さないとやってきかないこれは本音もよろしくお願いしますお願いします どううししようかな、あのー、年末何してた <laughs> <laughs> まあ、ね、僕はいいけどマさんちょっと気になりますねの過ごし方は非常に気になるやろお前うだって知ってるんですけど何年目ですかもうプ,ロプロで何年目だろう 22? か,3 22か32か,か3のこう年末年始だから毎回あったわけで若い時期やったらもしかしたらこう。 楽しく遊んだ時もあったかもしれないし、もうむちゃくちゃトレーニングした時もあったかもしれないし。いや確かに確かに。この今年わ今年去年末から今年にかけて、まあどんな感じに過ごしたかっていうのは、これ聞きたいな。いや非常に興味ありますこれは。<laughs> <laughs> 参考にしたいです。そうやな。はい、本当に。ケイちゃんかもうずーっと寝てたもんな。いやまあ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 いろいろやってましたけど。<laughs> これだけ長くやられてる小松さんの過ごし方、うん、非常に興味あります。確かに。小松さんじゃあ,あの。 5秒でないし <laughs> 全部使えや時間ーそうやなそうやなうお願いします年末年始でしょうんでも何もしないよあ年末年始がオフ期間っていう意味合いの方がいいのかなああそうだね、はい、だいたい家族と過ごしてし過ごすぐらいでまあ高齢になってるっていえばなってるけど3日に和歌山ではいはいはい まあ、サッカー教室みたいなのがあるからああ、まあ、それは毎年和歌山に行ってやってるかなうん、うんはいうことそれ以外はえ生活習慣とかあんま変わんないですか朝の起きる時間とか食べるもんとか変わんない,変わんないもう子供が起きるの早いしあ習い事もあるしまとその中でイベントがあれば、まあ、今回は関東が多かったけど、ね、関東に行ったりとか。 そうだあちこちのイベントで駒田さん今までもそうだしイベントとがたくさん呼ばれんねやあったイベント今回は家族で餅つきとかああいいねやってないけどやってないんかでも駒田さんだから普段はご家族と会えないから家族の時間を使うというか一緒にいる時間を増やしている感じですよねそういうことでいうとまあでも基本 だいたいシーズンオフって1か月ぐらいだから俺は2週間は最初休むって決めてえそういうのですよねそういうのも聞きたかったですまず2週間じゃあ何もしないですか何もしないその意図的に心肺機能を上げるとかそういうきつい練習はやらないイベントでサッカーしたりするのはあるけど子供とサッカーをしたりとかでもそういう軽い動きはするけどほとんどきつい 動きはしないあとの2週間はどんどん上げていくっていう感じでそれはもう自分でやるんですかどっかパーソナルとかどっかトレーニングいって昔はやってたけど今はもう自分でやってるあ自分でやってるんですか今までの経験でやるってことかこれね確かにこのラジオに全く適さない真面目な話なんですけどやめろよ真面目でやってる難しいんですよねんか僕もねどれぐらい休んだらいいかみたいのが全く分からなくて不安になっちゃうから分かるかやっちゃったりするんですけどでも すごいいいいいい休んんだだ方がいいっていう人もいるし、うんうん、これはね分かんないだかならお前なんか一時期さな年末年始年末年始トレーニングしてきてみたいなんであのクラブハウス戻ってきたらトレーニングのメニューすっごい<ー>あらゆる関節にチューブ巻きつけて <laughs> <laughs> 去年そんなやってへんやみたいなもうチューブ限界いろんな関節に巻きつけてやってるな、ね、情報取り入れすぎて <laughs> 何が正解か分からない <laughs> でも本当今マさんとかあのこの3日間練習あったんですけど、うん、もうなんか試合できるんじゃねえかってぐらいのマさんはいやすごいなと思って<ー>すごい何してんのかなと思ってたんですけど <laughs> 若い選手と違うんですよねなんかあーなるほどな、はい、そのさ最後の2週間2週間で最初休んだ2週間の後の2週間は基本的にそのボール使わんとこうランニングとベースなのか筋力トレーニングベースなのかってなんか自分の中で決めるんですか 走りメインだねああボールはほとんど使うことはないけど本当に心配機能を上げるっていう感じでなるほどなるほどもうその辺その辺というか街中走ったりとかですか街中走りたいね走れないか失礼だよ何言ってん行列できるよ和歌山の海の方とか行ったらもういやいや無理だよ走れるやろえじゃあ知らもうろ 行列、行列？カメラできたり多分誰誰かカメラ追ってるよ。浜崎してたら遠いから。百はいいでしょ。百貨店ばりにもうセールかのように福袋並んでるかのように並ぶ。イギリス牛じゃない？お前が言った。スタートは。そうえじゃあケイシは何やったの？いやだから僕はもう一週間はあのシーズン終わって一週間こっちにいたんですよ今まわに。 ゆっくりできるんで1週間休んで向こう帰ってからはもう結構ガンガンやっちゃうんですいつもああなるほど僕もパーソナルでお願いしたりとかするんですけど不安になっちゃって怖くてでも果たしていいのかは分からないです分かんないですでも今は練習始まっていやだから本当この始まりで怪我しないことが一番だと思ってるんでそこの体制とまあなんかちょっとやっぱ 筋力トレーニングとかはしっかりやりたいなと思うのと本当新しい情報を詰め込むっていう,う詰め込んで今回も詰め込んでいき,きましたいろいろと試すっていうなるほどな、うん、でもあの初日のトレーニングランニングのトレーニングやったけどお二方とも良かったんじゃないですかよかったっていうかその。知ってるの、うん、見ましたもんちゃって<像>ようようやってるの見た記録をあ記録は知らない記録は知らないけどだって 記記録録が良かったのも言われてないか多分ね表とかで出すとは思うんですけどまだ聞いてないんですよ特にはその場のでやっただけなんでお前は必死やったんやなっていうのはインスタのストーリーにもう必死よだってシーズン去年最後のシーズンが終わる時に橋川さんが初日はヨーヨーやるから2日後紅白戦やるからそれに合わせて来いってう やっちゃう、や休めないやっちゃう、かる。で8割ぐらいで来てくれって言うから、うん、やるしかないですよね。いや、なんか、だからそれは橋川さんもみんな言ってました、あのその去年からいた選手たちが、すごい体を作ってきてくれてて、なんか感謝してますみたいな、みんなやっぱちゃんとやってたんじゃないですか。なるほど。じゃあ、圭史はずっとパーソナルつけて、休めるときはちゃんと休むの、その今まで以外のところ地元帰って 休んでんのかなあれは。えー、知らんが。そうなんでしょうあれは休みと言えるのかはちょっと俺もわからないな。え <laughs> <らん> <laughs> でもこういう時でコマさんがいろんな人に会うんですか。こう知人とか普段会えない人に会いに行ったりとかするんですか。シーズンオフ。はい。その若山はその時のサッカー教室の時に集まるぐらいで。そ,うん、そうだね。でも知り合い多すぎてもう <laughs> もう無理か。<laughs> 間に合わない。確かにね。でもうどっちら会いたい人が多いでしょうしね。ああねコマさんにね。 確かに確かに。今日も質問なしでいいっすか。いやいいじゃんもうだ。年末年始の話だけでいけんじゃない。いや本当にもめちゃめちゃね。しゅうさんとそのさん去年の二週連続やってたじゃないですか。なんで俺たちは二週連続ないんだ。やりたいやるって。やるやってくる時間話すって。本当。小松さん途中帰るね。ラグでもいいよ。一ヶ月でもいいよ。これやばい。これやばいよ。コンテンツとしてもう売れるよ。売れちゃうよこれ。 高いぱ払わないといけない払えよ、お前。<laughs> なんで俺なんすかちょっとどうしよう、質問ちょっとずつ、もうめちゃめちゃ質問いただいてるんで、皆さんありがとうございます。ラジオネーム、子猫、猫、猫、猫さん。駒は久住選手、駒の選手、まもなく新しい選手と合流ですね。初めて合流する選手とのコミュニケーションで心がけていることありますか駒さんとかどうですかこやっぱりこう長く プロでプレーされてて新加入選手が加入した時ときとかコミュニケーションの方法とかってあるんですか方法でもねやっぱこれだけ長くやってると、うん、他のチームでもやっぱり知ってる人が多いからうそういうことで話すねこの選手が駒野さんによろしく言っいてくださいとか昔仲良かった選手がいたからはい、はい、あそういうことですそういう選手の 話つながりでまずは来てくれた選手が喋ってくれて、うんうん、ああなるほどなるほどそういう向こうもまあコマさんのことは知ってるでしょうしそういうのをこう準備してきてるってことですね向こうまあそういうきっかけが多いかなああなるほどなケイシとかお前どうせわ <laughs> かんない今年の目標は友達を作るだから <laughs> 今何人だっけ今,今ゼロ1に増やしたいないロ一なかなか難しいからな難しいよ かりなんすよ今年初めてだからこんなのがそうやっけいやそれ本当ト細今年8ですけど細さんくらいかな上があとみんな年下なんで変な感じっすね何を絡んだらいいのか自分から行かないタイプでしょお前はいけないっすよねわからない話しかけ方は向こうもだってケいシーのこと知らないからさそうそうそうやっぱり何一つ知らないからさ まだしゃべってない何人かもちろん喋りましたよ力とか佐藤力高校神村学園から来てくれてあのことは昨日がっつり話しました楽しかったですいや友達できそうわかんないけど曲の方いきましょういや変なタイミングでいくじゃんコマさんじゃあタイトルゴールいいっすかえっと同じ事務所の先輩矢部宏之さんで「スタンドバイミー」 はい、ありがとうございます。矢部ゆ之さんのスタンドバイミーでした。こうだ、これ選んだ理由は選んだ理由はやっぱり先輩が出してるものをちゃんと聞かないとね。<laughs> それをね、<laughs> 皆さんにも。なるほど。聞いてもらいたいと思って。なるほど、なるほど。さすがやな。<laughs> そういう気持ち持ってるか先輩りょうさんが出したら俺ずっと流すよ、そりゃ。俺が曲出したら、街で。街で,で流すの、うん、許可もらう <laughs> もう街中に<す>商店街流す,流す,流す頭下げるよ、その時を。<当> ちょっと手売りしてくれる CD <laughs> 出したらね <laughs> あの CD もあのシングルやから細長いやつの昔のやつ知らないか世代じゃないのか <laughs> 分かんない何の話か分かんないけどそれで言うとちょっと質問ちょっとあれですけどイベントで矢部っち矢部っちカップ行ったんですよね、うん、うで矢部さんとかってその仕事は矢部っちカップぐらいでやるんですか会うのはそう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 、うん、えっと矢部っち c とかは あ今違うでしょ結構出演はどんぐらいあるんですか出演って今までその矢部さんの矢部、はい、さんのそのやつは毎年年末あるから、うんうん、それに今出てるけどめっちゃ出てるイメージあんねんけどな見たことないやろお前 <laughs> いやあるわあ,あるかあるなじゃあちょっと質問ちょどんどんいきたいと思います えー、ラジオネーム、今年も駒野サポ、えー、駒野選手、久住選手、今年もよろしくお願いします私は年末に駒野選手が出ていたジャパンオールスター2021という現役や元サッカー選手と YouTube チームの試合を見に行きました駒野選手、先制点おめでとうございます取ったんですね取りましたそのっ、えー、とカズさんのゴールが決まりカズダンスを見たときに私はひらめきました駒野選手、今年ゴール決めたとき何かポーズしませんか まあ嫌と言われると思うので久住選手でもいいですなんで後付けじゃん後付けだよちなみにだけど今年のチーム初ゴール紅白戦駒さんですえ分今年駒さん取ると思います5点取るね5点いっちゃう5点取ると思いますこれは今年は今年3以上以上去年3はいまあんかパスみたいなやつがこれでも駒さんのポーズ決めた方がいいっすねじゃあじゃあ決まってるの これさコロナの時にモスさんと言ってたすねそうだまちゃんとはい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 でも言ってからまちゃんも決めてる玉城はしっかり忘れてますね完全に忘れてたえっケイシもだってやってないこいつもやってないから俺もな毎年行ってんのを決めるんだけど全部ベンチに走ってそうそう逆サイドからうわー走ってくるから忘れてるしまあ行っちゃえば J3 カメラの台数が少ないじゃんあ、はいはい、どこか分かんない。あとあウだったら上からのこカメラが多いからさメインの上とか確かに確かにかやりづらいんだよね。やり確かにむちゃむちゃね 50m 先のカメラ見てやるとかできないですね確かに,、ね、確かに決まってることは決まって、ね、はい,はいはい。じゃあまあな何かしらというかそのパフォーマンスは点取ったら、まあ、やるという方向で、まあ、忘れてる可能性もあるけど。 でも今日その時の矢部チカップでコモさんもいたから、もう来年は今年か、ちゃんとやります、はい、<laughs> ちゃんと言,言っといた。<ー>コモさん、覚えてました覚えて覚えてた。<laughs> なるほどね。いや、だから、その、この去年も銀シャリさん来たとき、久住選手と YouTube、YouTube の配信やったときに、久、え、住、ー、選手とそういう約束したみたいな話もしてたよ。でも、完全に忘れてるかお前。いや、完全に忘れてました。いける、今年行きたいっすね。まあ、入るかなって、ね。 いや入るし <laughs> だ俺のやつは河、うん、本さんのはすごいものすごい有名なやつだったんじゃないですかスとして僕のはあの場で作ったやつだったから誰が何してかよく分かんないと思うんですよねでも <laughs> いやそういうのが広がってんやってみたら広げ俺が広げるわでも決めた圭嗣が決めた時はチャンスはあったの圭嗣<ー>隅っこに行って選手を呼び 込んでたから、これチャンスはあったんだけどうん、うん、やんなかった。もう忘れ出すね。多分一点目があの去年あの入俺かどうかわかんないようなゴールだったから入っちゃったみたいな。あはいはい、はい、そうそれでもうちょっと忘れてました多分。<laughs> ちゃんと決めてやります。お、じゃあ今年は駒さんもケイシも、えー、ゴールパフォーマンスをしてくれるということで、はい、頑張ります。ますじゃあちょっと続いて、えー、ラジオネーム今までどうでしょうさん。 くす選選手小室選手に質問です2月に宮崎キャンプがありますがこれをこれは持っていくというキャンプに持っていく必需品ありますかあります特にない特にないえケイ氏はいやないっすねあないだもうほサッカーできるやつと、まあうん、iPad とかちょっとその空いてる時間に見れるようにぐらいですかね、うん、特別なものはないっすね ほんとへえ駒さんえ他の選手今までの選手とかでもこれ持ってきすぎやろみたいな選手いましたいないねあっほんとすかみんなあんまり気にせずゲームとか多いですよねプレステとかスイッチとかあと自前のコーヒーそうそうコーヒーとかコ駒さんあかんブラック無理だからえコーヒーでも持っていく今あ持っていかない持っていいかなうん

キャンプのね場所はまた詳細はね調べてそれかもうあそうね調べてって無理でしょ事務所に届いたら自分たちに持っていくわねあ持ってきます持ってきますもうパクらないね本当よ俺の名前も入ってるかもしれないないかちゃんとね送っていただきいやありがとうございますまだ決まってないけどねまだ決まってないけどじゃあちょっと続いてラジオネームはるはるさん えー、こんばんは今年も応援いっぱいさせていただきますサッカーをしています小学生ですがキック力をつけるにはどうすればいいですか選手の方々とも早く氷ができるようになると嬉しいですキックといえばコマさんこれも僕には聞かないでください <laughs>、うん、キック力かキック力難しい小学校とかやっぱり筋力とか関わってくるからそこにこだわるんではなくて、うん、蹴り方を覚えた方がいいのかなと思うなんか具体的になんか まあ今こう言葉ですんのは難しいかもしれないですけどなんか意識することとかその軸足を蹴る人の方向を向けるとか、うん、そのボールに対して足の入れ方だったりとか、うん、まあそういうところの方が小学校は覚えた方がいいのかなと。パワーは後から筋力がついてくるからってことですね。 当てたいところに当てれるかみたいな、正確な、正確性の方が大事ってことですね。筋力じゃないから。ああ、やべえ、横からいいじゃない。やべ蹴れるように。蹴れるようにした方がいいよ。なるほど。久住選手はその、あります。キック力っていう質問やけど、まあ、そのキックが上手くなるのかな。いや、もう、蹴るしかないと思います。これは。もうひたすら。もう、ほんと蹴るだけじゃないんですか。蹴ってきた、今まで。もう蹴ってきましたよ。本当に。 そんなね壁打ちでもはいい、ね、何でも、はい、と思いますこれはコマさんとかって、まあ、キックのスペシャリストじゃないですかもうそれも練習でかなりやっぱ上達、うん、上達というかこう力つけてきた感じですかうん蹴るしかないよねもともとなんかキックがもともとってことはないと思うんですけどプレーをサッカーし始めた時になんかキック 楽しいなとか人よりちょっと上手いかもみたいなそんな感覚もあったりしたんですか自分の特徴として、まあ、蹴れたことは蹴れたかな人よりかはでもその正確性といえばそのさっき言った壁打ちで同じとこに当てるように意識するとかはい、はい、まあバーテとかでもそうだけどだんだん離れていって、うん、それでも当てるように練習するとかなるほどね 練習あるのみって感じですね、うん。まあでも昔はもうグランド開放とか当たり前だったからいけるたけど今とか全然ダメなところもあるじゃん。うん、うん。確かに。ボール遊び禁止とかね。そうそうそう。だからちょっと難しいところもあるけどうん、うん。なるほど。はい。ありがとうございます。ちょっとそろそろ、えー、お時間となってしまいました。<い>これ早いね。だからもう2周やった方がいいんじゃないのい 二週も三週もいけるのいけるよ、いけるでしょ、これも。え、今日じゃなくてもいい <laughs> <あ>改めてはちょっと集まって。なんでやらな,いなんでやねん。まあじゃあ、今回もね、今後もね、選手交えて楽しく放送していきたいと思いますし、この二人がまたね、近々出てくれるということなんで、そちらも期待して、皆さん楽しみにしておいてください。今回の選手のチェキ、写真にサインした、えー チェですけどプレゼントですけども、厳選なる抽選の結果、当選者はトッチャンさんと今年も駒野サポさんの2名に決まりました。おめでとうございます。今回もたくさんのメッセージ、本当にありがとうございました。すべて紹介できずに申し訳ありません。皆様からのメッセージは選手含め僕も読んでますので、いつもありがとうございます。最後ににお二方からの皆様 メッセージをお願いしますでは駒さんからお願いしますはいあのー、ちょっとねこ今年もコロナで難しい年になるかもしれないですけど、えー、僕たちはしっかりとグラウンドで、えー、結果を残すために、えー、毎試合頑張っていきたいと思います、えー、開幕までに、えー、チームとして上積みしていけるように頑張っていきます今年も応援よろしくお願いしますはいありがとうございますじゃあ継承お願いします、えー <laughs> まあ最後今年の最後にまた皆さんと笑顔で追われるようにあの目標を達成できるようにみんなでまた頑張っていくので、えー、今年も1年間一緒に戦ってもらえればなと思いますし、まあ、本当にこのイカナの皆さんを僕のファンに全員したいない, <laughs> いいねいいねありがとうございましたはいありがとうございます、えー、次回の出演者は飯、えー、泉選手と市原選手になっておりますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします それでは次回もお楽しみに。駒さん、ケイシありがとうございました。ありがとうございました。 の日々